スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。こんばんみ、キリンの川島明です。この番組では気持ちよく月曜の朝を迎えてもらうために日々の疲れを洗い流すようなトークをゆるりとお届けします。パートナーは部屋とワイシャツと私と太陽とシスコムーンと老人と海と花と夢とアズガバンの囚人、こちらの方です。はい、どうも、愛するあなたのため本当に、ツンクプロデュースでやってましたけども名作です。どうもアズガバンの囚人です。天心半太郎です。どうも吉本の囚人、いや天心半太郎、上場酌量なしお願いします。滑りの無期懲役ということで、本当にもう今日もお忙しい中、受けてる受けてる、ジャケットを羽織ってにんまりといったところでしょうか。ありがとうございます。どういう表現ですか。あのビビる大木さんの挨拶から入って何やってんですか。本番見はやっぱね、ビビるさんね、残したいです僕は、はい、懐かしい。この一言で笑いを取ろうというスタイル素晴らしいと思います。今夜のゲストはこちらの方です。どうもゴルフドライバーです。 お願いします。今日はドライバーに来ていただきました。金光隆史です。金光ちゃんです、はい、よろしくお願いいたします。またまたありがとうございます。ありがとうございます。前回の出演はもう緊急招集といいますか、はい、3月17日に、突如としましてですね、はい、ピン芸人として爆誕ということで、あれは爆誕、そうだったんです、はい、まあ、いろいろあった中でだったんですけども、はい、まあその後の活躍も目覚ましくてですね、はい、いろんな番組をこう舞台とか相、はい、席食堂なんかも、ね、金光さんで1時間すごい、ありがたい、これ前代未聞ですよ、うん、大体2組とかねゲストも多いですけども、一人で金光ちゃん特番ということで、うん、まあやっぱり業界全体が金光を支えよう、はい、解散バブルです。解散バブル、はい、残ったそんなバブル、破産バブル破産したら儲かった、おかしいですけど ね、よかったですよ、いやありがたいです。本当皆さん優しいだ、こうやって川島さんも、はいはい、もう2回目も呼んでいただいて、2回目、はい、これを言いたいんですよ、はい、大体のメディアの方って面白がって1回でね、はい、使い捨てでしょ、そうですよ、2回3回からやっぱりね味がしてくるのが、なるほど、金光ちゃん、半太郎さん1個も呼んでくれ、半太郎はいろんな MC やってるんですよ。で正直ね、はい、MC ってちょっとスタッフさんにもうキャスティング権利はなくてもね、はい、あの人最近呼んであげたらとかですよね、あの人呼びたい、でもこの番組に関しては私が一応ゲストの方は呼びさせていただいてま す、はい、 そ、 うですね、そしてもう一度言ってください、向井さん一個も呼んでくれます。いや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 、もうこういうとこだよな、本当に人望のない男、いやいやいや、そんなことないから、困ってたらこう呼んであげるとか、はい、はい、結局ね、はい、その今後輩を家に住ませてるじゃないですか、はいはいはい、そうですね、ヘンダーソンの夫君、ヘンダーソン中村夫を、はい、家にいるって優しさじゃないんですよ、これは性欲なんですよ、そんなわけないでしょ。おいピンクよ、ピンクよ、ほんまの話なんですよ、そんなわけないでしょ。おかしいでしょ、俺がこんなとこで嘘言うたら。いやいや、おかしいよ、だから困ってんだよ、こっちの、いや、ピンクさん出てきて、違う、呼びたいですよ、でもなんで呼んでくれないんですか。アニメできますよ。そうですよ、できますよ、モノマネ、はい、フリーザ、毛利小五郎、タラちゃん、はい、いけますよ、全部アニメが精通してますよ。いや知ってますけど、いやでも逆に言うとその今ね、はい、こういう風にたくさんの仕事あるじゃないですか。いえいえ、はい、でまあ、そのままね、まあ、あと走り切ったらそれでいいし、でもしかしたら、ちょっとバブルって言ってますから、落ち着いた時にじゃあ僕はいくらでもイベントにお呼びしたい所存です。言いましたね、はい、いくらでもですね、はい、分かりました、全てのイベントにじゃあ呼んでもらいましょうよ。それはね、それはそう、今言いましたもんね、ご当日を取りました今、すべて収録されてます、すべてです、ご当分の花嫁、いや無理無理無理、オットタクシーとか無理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 、作品系無理よ、なんで入れてあげてくれ よ、 お前ほどの男になったらちょっとこの人声優でっていう、はい、キャスティングできるやろ。いやそんなわけない、やりたいやりたい、声優やりたい、ね、僕を使いたいんだったら、はい、ご当分の花嫁の、はい、なんかまあモブでもいいよ。いや金美ちゃんは、いやモブでフリーザは強いって、もし5等分の花嫁出たら、はい、フリーザはなんて言うんだかちょっとやってもらって、ちょっとオーディションだと、まあまあ、ラブコメのね、のもう知らないかもしれないけど、はい、ラブコメですよ、はい、うん、私あなたに惚れましたよ、使えた、いや即採用、言うか、6等分になりました。ないよ、5つ子プラスフリーザ出てきて風太郎を奪い合うことねえから。夢ですよね、アニメファンね、はいはい、やっぱりこう、いやいやフリーザって、ね、こち亀にも出たから、フリーザって。フリーザ、ああ、そのね、うん、コラボ的な感じで。そうそう、出てますから、五、は、等、い、分の花嫁に、はい。最後のね、最終項まで出てますね。こんな敵はいたかなって、はい、ザーボンで、ね、聞いたことない方言で言ってましたけど。はい、これ、OK ですね。いや、OK! 五等分の花嫁、OK じゃないです。いや、無
無理無理、やったんじゃないですよ、やったんじゃないです、価格転職の。いやいや、今あの何ていうんですか、関わってるコンテンツといいますか、はい、ありますか、五等分の花嫁のなラジオもやってましたよ。はいはいはい。他熱いアニメ業界っていうのは今ちょっと教えてもらって。アニメですか、はい、まあでも当然この、6月にはあのスパイファミリーのイベントがあって、それ MC 僕ですから。こんなもんへそ出してピーナッツばっか食うとった男が。いやいや、誰がですか。これはよかったなぁ。MC。はい、そうそうそう。スパイファミリーをもう、はい、仕切れる男だったの。そうですそうです。すごいな、はい。ありがたいことに。タラちゃん出られますよね。スパイファミリーにタラちゃんが、いや出られますよ、いや出ないっっ、国民的アニメとして先輩から来るっていう、いやいや、はい、コラボありますか、スパイファミリーにタラちゃんが出たらっていうの、これだけオーディションしてもらっていいですか、はい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 、すいません、お願いします、何でもかんでもやろねえしゅー、いやいやいや出てこないで、即採用、即採用、いや出てこない、何でもやんねんで、はい、アーニャの横でこんな何でもやんねん、よろしくお願いします、何スパイ側な、スパイ側で出んの、見えました、夜さんの下で、いやいやいや、夜さんに拾われて、はい、何でもかんでもやる、殺し屋、殺し屋で出んの、お願いします、そりゃそうです、アーニャだけが気づいてるね、いやいや、まあ心読めるから、こいつは多分違うとこから来たなっていう、採用ですね、いや採用です、ね、早いって、ありがとうございます、違うって、いやだからほんまにやってるからあれですけど、いや言える言えるでしょ、そう言うことはできますよね、言えるんかな、うん、今の、じゃあ五等分の花嫁でしょ、はい、スパイファミリーでしょ、はい、フェスね、いろいろ、はい、ちょっと忙しいな、つながるつながる、まあアニメものまでねすごいけど、いやいやいや、もう濁さないでください、これガチなんでね、いやガチでほんまに、これ全会場には行きますからね、はい、行きます、ブリブリブリ、確認もしますし、だってもうやっぱ世界観大事にしてるから、アニメの特にパッケージの作品のイベントは無理だって、ちょ余りました、いいな、うん、冷たい、いや冷たい、じゃあもうやめたんですね、吉本は、やめてないです、 ですね、いやいやいや、吉本です、宝富ですね、あなたは、いやいやいや、ないんですよ宝富にタレント部門ないでしょ、いやちょっと寂しい、いや ライブもいっぱいやってるじゃないですか、ライブもやってます、あのあった階段、あそうですね、階段を、まあ、心温まる階段を朗読するっていう、そんな一番得意ですよ、ほんまですか、そんなしかやらないです、そう、階段をキャラでやってるなんてイメージないです、いやいや、モノマネ階段って やってないじゃん、はい、ないですね、稲川淳さんのモノマネする人はいるよ、はい、瀬川栄子さんってね、はいはい、怖い話とか聞いたことない、あまあまあないですけど、絶対怖いです、あった階段欲しい、本当ですか、瀬川さんが一言言うだけでもあったかい、あまあまあ瀬川さんの人柄はね、そうですね、はい、オーディション、はい、すいません、お願いします、それを見たのはあなたなあなたなあなたなはええんでしょ、これは不合格です、さすがにちょっとセコンドとしても最後の最後4文字中1個噛んだら終わりや、あなたなって言われたんですか、ダメだなみたいな、ふうな、ふうな、あなただは言ってくれない、すいません、これは不採ですね、あこれ不採、これは階段を話をする、はい、大村さんはいけます、いやいけますよ、トータルテンボス大村さんの怖い話、いはい、あのなんかハキハキとしたやり方が怖いから、はいはい、いいですか、すいません、そしてその時あなたの体に雷が落ちた、いやイカズチが落ちたんですよ、いやいやええねん、あの言い換え方するやつあるけど、イニシエとか言うやん、はい、言う言い方ねあるけど、落雷とか、いやいや邪魔なんですよ、雷でよかったよ、採用ですね、採用ちゃうっす、これに関しては座長なんで、いやそうです、まあ、これ出してもらうのもどこ、それは通るけど、確かにそうですよね、これ呼ばれないっていうことはもう本当に、じゃあなんかリスナーの前で好感度上げようとして何かあったら助けますって言ったってこと、いやいやそんなことないです、いや呼びますよ、それ呼びますけど、マジで呼んでくれへん、ほんまに、いやいや遊びはしてもらってんのに、いつも呼ぶって、ほんまにご飯だけ奢ってもらってもさ、はい、ご飯もあれから行くっつって口だけ、口だけ男、ペケペケ男ユニコーンでおなじみ、いやいや、そいつが噂のペケペケ男、ここにいました、ここにいました、ご飯も連れててくれない、あよく言ってくれですよ、またね飯行こう、いや言うよ、めっちゃ言ってくれます、はい、言います、この間なんかタキオンがゲストに来て、はい、タキオンもうデレデレで、はい、すぐ終わってからあの連絡先交換しよう、はい、好きなんだよっつって、はい、また性欲が、いやいやそんなわけないやん、風もタキオンもそのなんであの右も左もわからんね東京来た芸人をよく囲うねんこいつは囲ってへんっすよ、いやじゃあそれイベントも呼びます、飯も行きますよ、それ本当ですか、ほんまにごめんなさい、リスナーさんは、はい、金光さんの味方です、ありがとうございます、というのも前回出てくれた時に、はい、解明しようみたいな話があったでしょ、はい、リスナーさんは解明案送ってくれてるんですよ、嬉しいな、今のところ金光隆、そうですね、まあ、カタカナで隆、今のところまあ本名というか、はい、そのままですね、今まで金光ちゃんにした方がいいんじゃないかとか、うん、いろんな候補があったんですよね、はいはいはい、
他 何があったんでしたっけ。金三つマングローブとかふざけてるな。でもいいよね、頑張れ金三つとかあったかな。頑張れ金三つとかいろいろあったんですけど、はい、やっぱりねリスナーすごいですよ。本気で考えてくれてますよ、うん。ラジオネーム抹茶さんからいただきました。金光隆新芸名金光二重面相。ああ、モノマネいっぱいするから。モノマネでもいろいろバババババとレパートリー20個くらいあるから、うん、金光二重面相、めっちゃいい名前。本気ですよこれ、はい、素晴らしいです。ありがとうございます。ラジオネームゴンボホリさんからいただきました。金光新芸名デスボール紫。ははははあ、デスボール、デスボール紫っぽいですね。紫だいぶフリーザに寄ってるような気がします。まあ、フリーザのモノマネタレントとしてデスボール紫、はい、色もね、はい、フリーザ面カラがパープルなんで。面カラっていうのあれ白と紫ですからね、はい、いいですよね、うん、デスボール紫さん、うん。ラジオネームバファリンルルドハルカさんからいただきました。いやいやイブルルドイブじゃないですね、バファリンルルドハルカさんからいただきました。かっこいつもはトップガンっていうラジオネームで投稿しています。いいえねん、そんな説明。このために変えてくれて、はい、変えてくれて、だからハルカ感を出して改名を出してくれて、改名だから。金光さんの新芸名、はい、プラスマイナスマイナスワンです。減ったからめちゃめちゃ未練たらたらやないですか。やっぱゴジラが当たってるから、うん、ゴジラマイナスワンっていうのが当たってるんで、プラスマイナスマイナスマンですね、うん、マイナス1ですね。マイナスが多い、1人抜けたからプラマイからね。これはなんかいいですよね。まあまあ分かりやすい、うん。ラジオネームバファリンルルドハルカさんからいただきました。まいつもはトップガンというラジオネームで投稿しています。分かってますか。金光さんの新芸名、はい、割烹金光。なんでもういろんなメニューを出してくれるから。あそこもそうなんだ。いろんなこと、フリーザのニコゴリとかね、ニコゴリ、オール巨人の開きとかおかしいおかしい。割烹金光の金がひらがななのよ。ああなるほど。なんか割烹料理屋さんで光が光。ああっぽいですね。 ありそうこういう、確かにいいですね。まあまあコース料理としてモノマネ出すみたいな。素晴らしい、うん、割烹金光へようこそ。いい名前だ。安定いたつき、はい、割烹金光。ラジオネーム信成書店さんからいただきました、はい。これから芸人界を一人旅するイメージで考えました、はい、ということで、名前は直人もんでなめてですね。人気ライミならぬ直人もんでなめてですね。直人もんでなめて、いや師匠、師匠直人もんでなめて、いや直人もんでなめてやねいや師匠、師匠ラウス師匠、直人もんでなめてくんやねいいわゆる NGK のロビーが見えたもん今。いやいや、それで金光くん改め、おう直人もんで舐めてこう師匠がそれ師匠がやっぱ呼んでくれって。本当ですか。いや、いやまあね、漫才の伝道とかね、はい、伝道で今一番勢いのテレビってやってくれる言いたいんだよな多分な。いいっすね。以上です。以上 ありがとうございます。こうやっても考えてくれてるのも、うんうん、まあでもこの芸名にしなくてもこう新しくやる単独ライブの名前でもね。ああなるほど、確かになるほど。八方金光やったらフライヤーも想像できるもん、うんうん、なるほど。作りやすい、これはいいよ。それとかあと YouTube の時だけの名前とか、八方金、あカジサック的な、あそう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 、そういうこととかでも八方八方でねYouTube の YouTube だけだな。おともんで舐めてもいい。いやまあ、これを聞いて、いや私も本気で考えましたっていう解明もあるかもしれないので、はいはい、今いただいたやつはキープキープで、キープオンシャイニングということで、はい、解明ラジオネームも募集してますからね。いつもはミスターバスグロップですけど、いらないそこもいらんでしょ。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りします。皆さんは鏡の前に立った時、最初に気にする体の部分はどこですか？髪型が崩れていないかと髪を気にする方が多いのではないでしょうか。髪は男性の印象を決める大きな要因の一つ。より良い髪を育むためには、髪の毛そのものとその土台となる頭皮を毎日ケアすることが大切です。スカルプ D は髪と頭皮をケアするシャンプーとコンディショナーのブランド。富士経済調べのメンズシャンプーリンスのメーカーシェアで2009年から14年連続売上ナンバーワンを獲得しました。髪と頭皮をケアするスカルプ D で毎日のヘアケアを始めてみませんか？
詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。キリンの川島明です。天心半太郎です。7番アイアンです。ドライバーどんな音してる。ドライバードライバーはアイアンマン。違いますか。ありがとうございます。違いますね。はい、音が違う。金光隆です。よろしくお願いいたします。金光隆さんです、はい。今日はこんな企画。金光隆の7連鎖。やった。前回、はい、金光さんが来てくれた時に、もしも巨人師匠が丸々だったらという投稿コーナーをやりました。ありました。その中でですね、ラジオネーム藤原元スマブラ参戦が送ってくれた、もしも巨人師匠がぷよぷよの激強プレイヤーにキャラとして選ばれて連鎖しまくっていたらっていうネタがめちゃくちゃ面白かったんですよね。これが面白かったんで、ちょっともう藤原元夫さん新コーナーにさせていただきます。うわすごい、こういうこともあるんだ。すごい、もうこれはもう一人歩きさせてください、はい、アイデアが素晴らしかった、うん、なので今回は巨人師匠に限らず金光さんのモノマネレパートリーを生かしたいろんな人の連鎖セリフを募集しました。はい、紹介していきたいと思います、うん、金光さんよろしいですか。わかりました。1枚目からね、はい、まあこういうことですよっていうの非常にいいの送ってくれたのがラジオネーム残り6期さんからいただきました、うん、はい、これ大木小玉師匠の7連鎖です。ぷよ、はい、まあ、ぷよってね、なんかもう連鎖するたびにファイヤーとか、ね、アイスストーム、バイオエンとか、最後までバイオエンとか行くっていう、もうとにかく7連鎖なんで、とにかく、はい、あのその人の特徴的なキーワードがバンバン出てきます ね、 そうですね、はい、じゃあ大木小玉師匠の7連鎖です、どうぞ。はい、大木小玉さんです。チッチキチー、わからへんねやボケとんねやわからへん。冷蔵庫の話あるけど聞く。往生しますけ。これは七連鎖、はい、気持ちいい。すげえ、これめちゃくちゃぷよが出てますね。すげえな。往生しますせまで言ったらもう真っ赤のぷよが、はい、岩ぷよってやつが。いやこれ面白いですね、うん、すごい。でもこれですよね、七連鎖なら。これ、 これは絶対小玉氏が出たらこうなる、うん、そういうことですよね。往生しますせちっちきちがもう2個目なんだ、ね、はい、2個目なんで、そうですね、早めで、まあ、2連鎖ぐらいしましょう。まあ、1位だけで攻めることはできるってことですから。そうですね、2連鎖で何回もみたいな。相手に邪魔をから送るっていう。やっぱ聞きたいから2個目にあるかもからね。確かにな。6連鎖のセリフは長かったっすけどね。ぷよ落ちるスピードがゆっくりになってますよ。もう次行ってる。聞くまでが。6番もう一回言ってもらっていいですか、冷蔵庫の話あるけど、聞く。いや、もう、結構動いてますよ、試合。そうですね。そうですね。素敵ですね。いや、これは見事。これは7連鎖だ。続きまして、ラジオネーム、アンマンさんからいただきました。トータルテンボス、藤田の7連鎖。藤田さんか。ありがとうございます。キャラクターに、はい、あの世界にね、トータルテンボス、うん、藤田さんが入ってくるということでございまして。はい、それでは、よろしくお願いします。藤田さんの7連鎖です。構わんよ。なんでだよ。ちょっと待てよ。やめてよ。半端ねえ。いや、ヒゲ生えて泣くね。いや、娘ヒゲ生えて泣くね。あ、いいな。あるな、これ。これはいい。最後、娘さん、ヒゲ生えて泣くね、残しなんですね。そうそうね。絶対2回言うから。言いますね。ヒゲ生えて泣くね。確かに。娘ヒゲ生えて泣くね。言いますしね。これは7連鎖組みたいね。6連鎖で終わりたくない。終わりたくない。絶対7まで貯めたい。はい、うん、自分で攻めといてやめてよっていうのがいいですよね。うん、そうですね。連鎖は言ってるんですけど。そうですね、確かに。やめてよ。やめてよ。いいね、一連鎖。内もも行かれてる時ですね、これ。構わんよもね。構わんよから入るのもいいですね。構わんよだけ言い方変ですからね、あの人。構わんよ。なんで大村節で行くんだろう。確かに。物真似してる。伸びねえなに引っ張られる。確かに。そうそう。構わんよ。絶対目つぶってるからね。はい、アンドリー。わー。素晴らしい。入りもいい。ハンタロさん誰の連鎖ですか、フリーザの。あ、いいですね。フリーザーの7連鎖よろしいでしょうか。はい、わかりました。じゃあ、ハンタロウが考えたフリーザーの7連鎖です、はい。ドドリアさん。ザーボンさん。53万です。今のは痛かった。痛かったぞ。お待ちなさい、ドドリアさん。おうんですよ、ドドリアさん。こんなに綺麗な肌ですよ、ドドリアさん。ドドリアやんけ、お前。
CR ドドリアやねん。ドドリア、ね。珍しくドドリアのスピンオフの代役。いや、やっぱね、ドドリアさん。ドドリアどっか行ってるやん。呼び止められては追いかけろとか言われて。そうなんですよ。忙しい。どっちやねんってなりますから。あ、いいですね、はい。じゃあ、ちょっとフリーザーのやつが、リスナーさんからも来てるから。か埼玉県ラジオネーム、歩道8センチ。フリーザーの7連鎖です。殺しますよ。ドドリアさん。ザーボンさん。飲み会ですよ。ハイボールで。メガではありませんよ。勝手にレモンをかけるなと言っただろう。もう、居酒屋ステージになってますよね、はい、これは。居酒屋ステージあんの。ドドリアザーボンと打ち上げしてるんですね。三人で、うん。そう。メガは嫌なんだ。メガ、大きいのは嫌なんだ。自分のペースで行きたいから、ね、薄まるから嫌なんだな。いや、いるけどそういう人。量だけじゃない。なんで飲んでんの？から、結構安い店行ってますね、勝手に。そうですね。庶民的な店行ってますよね。じゃあ、愛知県ラジオネーム、小地光子さん。もう中学生の7連鎖。それはもちろんあるわけですよ。はい、さあ、それでは、もう中学生の7連鎖です。イェイ！お楽しみに。お待ちを。小鳥さんだ。ホットドッグくんも。つぶがいちゃんだ。コント、報復。報復。怖いタイトルだ、最後。報復。報復は怖い。報復は怖い。これはあり得るやつですね。なんかそのぷよぷよの世界観に合ってるから、そうそうそう、はい、いいですね。イエイっていうのは めちゃくちゃ合ってましたね。一言目から掴んでる感じが良かったですね。で、川島の考えた、はい、ちょっと笑い飯哲夫。ああ、哲夫さん。笑い飯哲夫さんの7連鎖。はい、じゃあ川島の考えた、はい、笑い飯哲夫、はい、7連鎖。車。松田。RX7。ターボチャージャー。ツーシーター。集中せえ。チンポジキリズマ。いや、違う違う。車が長い。車が長い。いや、ツーシーター。ツーシーター。これさ、ターボチャージャー。笑ってます。ぐらいすいません、笑ってます。全部車や。最後はやっぱチンポジキニスナはあります、ここは。聞きたいですよ。名台詞。ここで漫才に戻る。その辺をね、初めの方に聞きたいんだけど。車車ずっと車って何ですか第一目が車松田。別に鉄道さんじゃなくて。車何乗ってるんの時とね。車何乗ってるんの時。ラジオネーム。出ました藤原元スマブラ参戦。この人のおかげやからね。タラちゃんあ、おー、はい、タラちゃんの7連鎖ということで。はい、金光さんの器用さしかないんです、はい、このコーナーっていうのは。うん、いや、ありがたいです。よろしいですか、はい、タラちゃんの7連鎖です。余裕です。調子出てきたねす。イクラちゃんに見せてあげるねす。もうカツオは呼び捨てにするねす。己の才能が怖いです。いつまでもガキじゃないです。早く負けを認めるです。煽るんだ、これ。すげえ。ぷよぷよで相手を煽るという。そうですよね。新しいパターン。いきなり。ちゃんとこう、ストーリーになってるって、うん。すごいね。成長していってるもんね、なんか。そうですよね。カツオ超えたよ、一瞬。大人になりましたね、確かに。もうカツオは呼び捨てにするです。なんでな。早く負けを認める。これは相手煽るキャラクターとして非常に、うん、いいですね。いいですね。確かに聞いたことない。素晴らしい。ちょっとラジオ、岡山県ラジオネーム、ほっちゃおり。キリン田村さんの。あ、田村さん。7連鎖。これは私も聞きたい。うん、キリン田村さんの7連鎖。はい、よろしい。まあ、いろんなワードあいつも持ってるんでね。はい。ありがたいですよ、本当に。わかりました。さあ、よろしくお願いします。キリン田村の7連鎖。なんでやねん。ごぼうちゃうねん。うんこちゃうねん。サンマの苦い部分ちゃうねん。かわしばー。お前おもろかったから、コンビ組んだってもええで。組んだ時の。エピソードゼロですね、はい、これは相方から僕が声かけてもらって。お前おもろいからコンビ組んだってもええでっていう。そうなんこれもう一個ね、キリン田村の7連鎖してます。ラジオネームをファックステモデムさんからいただきました。はい、ありがとうございます。これまた違う。ちょっと体育館ステージという。ああ、体育館ステージ。舞台が変わってますね。じゃあ、キリン田村さんの7連鎖、はいはい、お願いします。はい、ヘイパスオッケー、ナイスパス。いた、ファール野郎。シンパー。シンパー。シンパー。おかしい野郎。
やっぱり。レパートリー少ないのおもろいな。そうね。審判のことばっかり言ってますから。いいですね。バイオエンのとこですよね。うん、そうで、バイオエン。もうこれ以上ないと思ったら。最後はおかしいやろ。そうですね。体感ステージでしたね、これは。ずっと体感に。3つ来た。審判。審判。同じやろ。振り向いてくれないから。いいですね。いいですね。みんなすごいな。うまいですよ、やっぱり。やっぱりこれ巨人師匠行きますか。あ、来てるんだよ。ラジオにもかっこいい土下座さんから来ました。巨人師匠の七連鎖。これから始まりましたからな。ということで。はい。これはいいですよね。はい。巨人師匠。聞きたい。はい、それでは、巨人師匠の七連鎖です。左や。左斜め下。下。右斜め下。右や。パンチやな。ヨガフレームのコマンドゲーム変わってんね。なんでそれで流れてあ、視力検査と思ったでしょ、はい、そうそうね。ヨガフレームのコマンドを教えてくれてるんですよ。半円を描くね。左から。ありましたね。あったよ、ヨガフレームのコマンド。いいんですけど。ヨガファイヤーと思うけん、ヨガフレームのコマンド。ぷよぷよやから。会社がね、ここコラボしたという。いやいや、カプコンと。素晴らしいですよね。うん、じゃあ、ちょっと吉高聞きたいですね。ああ、ウーエー。スマイル、ウーエー、吉高の、うん。送ってくれたラジオネーム壊れた青色洗濯バサミさんから、はい、ちょっと演技指導入ってるんで、はい、この方からはいろんな感情で呼んでほしい、はい、よろしいでしょうか、はい、じゃあ、上吉高の7連鎖です。上生徒くん、あ、座王で勝てません。あ、おお。ありそうや。セリフ少ないな。セリフ少ない。セリフ少ないですけど、はい、やっぱ、いや、でも、吉高っていう感じがしますね、はい。そうですね。音だけでこんなにわかるんですね。ザオで勝てません。ザオで勝て、一個も勝たれへん。そこだけはっきり言うねんな。え、瀬戸くん。瀬戸くん。二連鎖いいっすね、瀬戸くん。瀬戸くん攻めいけますね。はい。はい、これもあります。また吉高さんももう一回来てるんですよ。愛知県ラジオネーム小地光子。はい。上吉高の7連鎖、うん。おはようございます。どうしましょう。瀬戸くん。陣内さん。高橋さん。なるみさん。551ホーライ。なるみさんに引っ張られてるじゃない、ね、関係ないから。551の放題関係ないでしょ、はい、なるみさんからの。CM 出てはりますけど、ずっとね、うん。なるみさんが食べてたかな、実際楽屋で。いや、だいぶ焦ってる。目に見たもの、はい、言っちゃいますから。言っちゃうからね。はい、ピュアなんで、吉高は。素晴らしいなぁ。いいですね、7連鎖決まったら。まあもちろんやっぱこのラジオではこの人来ますね。はい。コカド健太郎さん。あー、やっぱり。群馬県ラジオネーム杏仁豆腐が好きなんださんからいただきました、うん、レベルどうしましょうか。どれぐらいのレベルの数です。あ、ちょっと聞こえやすい方で。そうですよね。そうです、7連鎖なんで、うん、確かに。まず聞こえやすい方で、はい、後でハードモードいきますんで。まず正解を教えてください。はい、じゃあ、わかりました。コカドさんの7連鎖です。ヘミジン楽しいシャツ完成しました。あ、針折れてもうた。バッグも完成しました。あ、ミジン楽しい。中川くん結構おめでとう。それだけ聞こえた。ちょっといや、イージーモードしました今。むちゃくちゃイージーモードしましたけど。めちゃくちゃ聞こえなかった。ほんまですか。いや、ちょっと見せて。はい、何？むちゃくちゃいい、ちゃんと言いましたよ。はい、あ、絵はわかるよ。最後のね。ミシン楽しいって言ってるわ。はい、え、ミシン？ミシン楽しい。聞こえなかった。シャツ完成しました。はい、あ、針折れてもうた。はい、バッグも完成しました。はい、ああ、ミシン楽しい。中岡くん結婚おめでとう。そう言ってました。ちゃんとむちゃくちゃ。ごめん。いや、これはちょっと、もう一回言ってくる、はい、ちょっと、いや、そうと分かってれば。はいはいはい。すいません。どっちもね。いや、もっと笑えるから。はい。じゃあ、お願いします。え？ミシン楽しい。シャツ完成しました。あ、針折れてまだ。バッグも完成しました。ミシン楽しい。中岡くん結果おめでとう。言ってるな。はい。やっぱ歌詞が分かると入ってくるね。そうですね。洋楽と一緒なんですよ。そうそう。あ、こう言ってたんや。ちゃんと僕、なんか僕的にはほんまにちゃんと言ってる。同じレベルだからね、今の。はい、もう一個あんのよ、コカドさん。はい。埼玉県ラジオネーム歩道8センチさん。じゃあ、コカドさんの7連鎖です。はい、あかんて。考察や。はい。中岡くんまだ。この時期言うぜ。G 番かよか。
カレーやのに白米炊き忘れた。いや、確かにドライブって怖い、かしき紛れてるけど。全然わかんない。ちょっとメガドライブぐらいの音しかない。はいはい、そうですね。だいぶ音割れてましたよ。ザー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 、いやいや、すいません。何言ってんの？いや、ちゃんとね。中岡君みたいな。意味悪いんちゃいますお二人。すいません、申し訳ないです。はい。あかんって、一番。あ、一番初め、それは聞こえました。高卒や。高卒や。中岡君まだ？はい。コロチキ許せん。はい。ジーパン買おうか。はい。カレーやのに白米炊き忘れた。はい。いや、確かに童謡って怖い歌詞紛れてたりするけど。言ってましたもん。めちゃくちゃ言ってましたよ。もう一回読んでよ。ちょっと分かれへんって、これ。もう。すみません。なんか耳悪いな、はい、俺ら。じゃあ、お願いします。はい、あかんで。ご卒や。中岡くんまだ。こっち切るで。ジーパン買おうか。カレー屋に白米炊き忘れた。いや、確かにどうやって怖い歌詞曲げたりするけど。聞こえる。言ってた。ね。ちゃんと言ってますね。うん、言ってますよ。ちょっと聞こえやすいやつあるから、はい、西川忠さん。ああ、忠さん。7連鎖、パーカー・ピーターさんから。忠さんあるんすか？忠の7連鎖があるということで。これはいい。よろしいですか？西川忠さんの7連鎖です。はい、西川忠です。おはようございます。お世話になっております。嬉しいです。幸せです。小さなことからコツコツと、ありがとうございます。俺、ただしさんにしよう、自分のキャラ。はい、いや、これはやりたい。ありがたいわ。はい。最後はありがとうございます。そうですよね。小さなことからを最後に持ってくると思って、俺。確かに。そうですよね。やっぱり最後はありがとうございますってこう。お父さんからの教えだ。締めてる。感謝です。ポジティブなことおはようございます。おはようございます。お世話になったり。逆に相手は煽れるよ、これ。はい。嬉しいです。そうですね。買っといてこれって。確かに。ムカつきますもんね。うん。ムカつく。ムカつくけど、いや、なんか、すごくいいですね。うん。もしあれば、ちょっと私のは多分これ最後になっちゃうから。はい。これね、サバンナ高橋さん。あ、サバンナ高橋さんね。いいですね。これもできますからね。はい。では、サバンナ高橋さんの7連鎖です。はい、おはようございます。何言ってあるんですか、兄さん。サウナで整うの最高ですよ。正気むっちゃおもろいで。ヤギさんは黙っててください。おせちイズフリーダム。高島さんも、かずしぜさんも、全然違います。そんなテンションじゃない。ずっとパンパンや、なんか肺が。肺がパンパンや。ああ、言うてるやん。そんな人じゃないやん。こんな感じですって。いや、でも、そうね。いやいやいや。すみません、感じ始めました。おせちイズフリーダム。サンサンテレビでやってるけど。犬ひろし。犬ひろしさんね。おせちイズフリーダムのやつ。あ、そこか。すごいね。あ、その言い方か。さすがっすね。ちょっともうスペシャルメドレー、いいですか、川島の。はい。金光が行ったらこうなるっていうのね。キャラが金光。そう。はい。なるほど。もう、だからベストアルバム。ああ、へえ。最後は、はい。金光自身で、やってほしいんです。うん、なるほど。なるほど。あ、これ。いろんなキャラ出てくるんで、はい、声だけで、もう、これ表現していただきたい。うん、はい。それでは、金光隆の7連鎖です。キュキュンためになったねー鳥人川島殺しますようわ列車やったらパンパーレうわイワシ一回だけ謝ってくれ魂の叫び乗った乗ったな乗ったベストベストアルバムベストアルバムもうこれ次はないですわ確かに7連鎖打ち止めこれは打ち止めです打ち止めです CR そうですねそこからとしてもこれ勝つ最強ですいい、ね、いろんな人がもうね出たなほんまに無双転生みたいに、はい、全員が出て最後は自分でイワシ、はい一回だけ謝ってくれ。本音ですから、はい。謝ってましたけどね。謝ってましたよ。届いてた。謝ってたけど、直接一回だけ、ごめんなさいくださいっていう魂の声、ね、で。素晴らしい。いや、これはおもろいね。素晴らしい。まだいけたでしょうけども。はい素晴らしかったです。以上、金光隆7連鎖でした。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。皆さんはご自宅のシャンプーどんなものを使っていますか？男性の髪の悩みは千差万別だから自分に合ったシャンプー選びが大切です。頭皮のベタつき、匂い、フ
けやかゆみ、髪のボリューム感、髪の毛の張り、腰の低下、スタイリングが決まらない、一つでも思い当たったらスカルプDシャンプーを検討してみませんか。3つの有効成分配合のスカルプD独自の設計で髪と頭皮を健やかに保ちます。さらに使う人の頭皮のタイプに合わせて異なる設計の3種類のシャンプーをご用意。髪と頭皮をケアするスカルプDで毎日のヘアケアを。詳しくはスカルプDで検索。カルプディプレゼンツ、川島明の寝言、キリンの川島明です。天心半太郎です。自動ジャンタクです。追っかけリーチ。追っかけリーチや。金光隆です。ドライバーどんな音してるすげえな。あとこれが一番面白くなってくるから。ということで、この番組はメンズシャンプーでおなじみ、スカルプ D さんの提供でお送りしております。そんなスカルプ D について、紹介伯爵。伯爵。天心ハンターロさんから、紹介をお願いします。はい、かしこまりました。こちら、スカルプ D には3つの大きな特徴がございます。まず1つ目は、髪と頭皮の悩みにアプローチ。アプローチ。アプローチでございます。こちら、フケやかゆみ、髪のボリューム感、頭皮のベタつき、匂い、髪の毛の張り、腰の低下、スタイリングが決まらない。以上の悩みに対して、髪と頭皮を健やかに保ちます。ありがとうございます。うん、ね、これ、絶対にどれか1つは当てはまってると。うん、うん、そうですね。ありますからね。3つ当てはまってるわ。3つ。これ、久保田さんにも当てはまってますか？うん。これ、毎日、うん、使わせてもらってありがとう。今。リアルな言葉で、リアルな今ね。まあ、そんな方々、ぜひ使っていただきたいと思いますし、はい、そして二つ目、こちら、新たなシャンプーの形を採用しております。はい、こちら、ホルダーにパックを付け替えるだけでございます。はい、なのでね、普通の付け替えより何倍とも楽になっておりますよ、うん、これ。一瞬だ。一瞬だ。この音聞いてくれ。一瞬だ。一分じゃねえ。はい、一瞬だ。言わないっすよ、力石も。力石も。エコやし。ね、そう、すごい、エコですせー、エコ、エコですせー、エコですせー、エコだせー、なんです。しかもね、どんなんかな、どんなんかな、でパッケージもね、これ非常にスタイリッシュでかっこいい、はい、セクシー、セクシーでございます。これ、そしてエアレスポンプも採用しております。こちらシャンプーが容器の底に残らず最後まで使い切りやすい。さあ、そして、三つ目は、頭皮に合わせたバリエーションがございます。はい、どんな頭皮の人にも合うようにですね、脂性肌用、油っぽい方ですね。そして乾燥肌用、超脂性肌用の3種類用意しております。あざまーす。もうね、こちら合わせていただくだけで、それぞれの悩みが解決するということでございます。すべての悩みはもうスカルプ D さんに。いや、もうね、スカルプ D を教会に置いてほしいわ。あら、教会に。もう懺悔したい。すべての悩みを解決してくれるから。行きましょう。行きましょうじゃないです。いや、受けた、受けた。いや、受けてない、受けてない。これは。受けた、受けた。いや、スカルプ D の新入社員さんも口開けてます。アングリー。アングリーで。新入社員もアングリーということで。これが現場だということで。気をつけてもらう。あのね、会議室で何も起こらないですよ。現場で滑ったやつを見て初めて。いや、良くない。良くないアプローチです。お願いします。はい、さあ、詳しくはスカルプ D で検索お願いします。それではスカルプ D さんの力を借りて、今週は、シャンプー中、考え中。こういう人はシャンプーをしてる時にこんなことを考えてそうというのを勝手に想像して送ってもらうコーナーでございます。印象に残ったメールを送ってくれたリスナーさんにはスカルプ D のシャンプー&コンディショナーボトルのセットプレゼントしちゃいます。はい、はい、大阪府ナックルボールさんからいただきました。電車に乗りショッピングモールに行き晩ご飯はファミリーレストランに行った人がシャンプー中考えてそうなこと。いい休日だったなぁ。振り返った。まあまあまあ最高ですよね、これ。よかったよね、一人で。だいたいシャンプーしてる時にいちいち振り返るから。そういう人もいるでしょ、それ。いいよなぁ。いいですね。ラジオネーム時間にルーズソックス。電車に乗っていたら外で子供たちが手を振っていたので、中から振り返した人がシャンプー中に考えてそうなこと。あ、よく考えたら。あの子たちは俺に手を振ってんじゃなくて電車に手を振ってたのか。いや、電線並んでいいよ別に。かわいいね。はい。あんまり中見えないんですけど。はい。確かに。ありがたいですね。ありがたいですね。嬉しいね。
茨城県ラジオネーム麻婆豆腐肉なし。インドカレー屋に行った人がシャンプー中考えてそうなこと。壁に描かれてる絵怖すぎたな。そっちの世界観が強い。なんか怖い。なんかね、生贄みたいな。たまにあります、ね。何やこの儀式みたいなやつあるんですけどね。はい、向こうのなんかかっこいいやつなんですよ。わかんないですよね、こっちからすると。ラジオネーム、あゆとの。自動車の交通安全教育ビデオに出演した俳優がシャンプー中に考えてそうなこと。うん、告知ってした方がいいのかな。X で。X とかで出てますとか、もう固定してね。固定。いや、固定ね。プロフィールに固定する。ね、あんまないのね。一応、解禁ですみたいな。うん、情報解禁です。言ってくださいって言いにくい。今日は楽しみな撮影がありましたとか言ってね。ありますけどね。何なんだってね。ばっかりしてるよね。してないですよ。何言ってんすか、その合間。新潟県ラジオネームイノセンテポンポコさん。はい。8! ああ、はい。8がシャンプー中に考えてそうなこと。バラエティで、今のミスは誰のせいですかって聞かれた時の返し練習したけど、結局使わなかったな。まあ、そんな回ってくる人じゃないから。来てくれてたらね、うん、俺もラビットに、はい。そうですね。誰すか今滑った、はい、誰のせいですかって言ったらね。はい、ドルチェガンドガッパーナ言ったと思うんですけど。まあ、返せたでしょうが。意外と言ったんですけど、まあ、そんな触れなかったって。はい。ラジオネーム、パーカーピーター。サザエさんがシャンプー中考えてそうなこと。いや、ずっと思ってるんだけど、なんで私の手じゃなくて、グーチョキパーが描かれた絵でじゃんけんしてるんだろう。確かに、確かに。確かに、札で勝負する。あれ札なん、はい、出せばいいのにね。はい、ね、手でいいのに。あれ、なんで丸い札持ってんだろ、いつも。グッズ展開でもする予定だったもん。揉めたんか、上と。物販で。俺出そうかっつって。はい、だから確かに直接の方が良かったんだ、はい、ね。いいですけどね。グーチョキパーのイラスト。いらんすよね。よう考えたら、うん、ほんまにそうやな。ずっと考えてますから。はい。ラジオネーム、ゲン、モンゴロイド。天心半太郎がシャンプー中に考えたそんなこと。犬は、お手って言ってるのに、前足出してくるよな。なんじゃいこいつは。そんなやつじゃないから。アポですね、アポ。アポっていう。アホを超えてます、これ。アポちゃんです、ね。そんな考えるんですか、いや、考えへんよ。これだけはドキュメント。違うよ。っていうか、盗聴して、これ言って。盗聴してるのが悪いな、罪だな。ラジオネーム、始祖の始祖。ゴジラを見た後に、天心半太郎がシャンプー中考えてそんなこと。後半から、ゴジラを性的な目で見ちゃったのら。なんでやねん。どういうやつやねん。なあ、恥ずかしいですね。性欲 1.0 ですか。性欲 1.0。ほんまおかしい。いや、おかしい。性欲、性欲のるつぼ。いや、るつぼじゃないですよ。ニューヨーク。歩く性欲。歩く性欲じゃない。いろんな性欲が集まってないんですよ。何なんですか、どう見またばっかり見てる、ゴジラ。いや、ゴジラ。何もないのが いいんですって。よくねえだろ、別に。どうやって繁殖するんだっていうところが、半太郎さんの性欲ポイント。こんなやつ。何もないのがいいっていう。いや、怖すぎるやろ。それでゴジラがそこでいいなら。怖いっす。壊すなぁ、ほんとに。壊すなぁじゃない。壊すなぁ。ラジオネームかっこいい土下座。数日前にキノコ狩りへ行った天心半太郎さんがシャンプーしてる時に考えてそのこと。はい。紫色のキノコを食べてから全く眠くならない昨日。昨日じゃないよ。もう。体犯されまくってる。食うな、そんな。無水できてます。いや、もうダメだって。上になんかキノコ出てるやろ。寄生されてんねん。アリとかに寄生するやつですね。怖いやつ。怖いキノコだけど。昨日。言わんよ、語尾。昨日って。京都府。キョコちゃんブギー。天心半太郎さんがシャンプー中かけてそんなこと、はい。生まれ変わったら道路になりたいロード。女の子に踏まれるし、下から見られるなんて最高だろうの。ロードって語尾ないやねん。なあ。道になりたい変態。なってますね、後半は。なってないよ、道には。うん、ひどいですよ、もう。そっか。いやいや、ないんですよ。ほんで、ゴジラに踏まれたいってか。ってかじゃないよ。何を伏線回収みたいな。これ、見れるんですね、ゴジラの。見ようとして上ばっかり見てる。ゴジラのまた何もないとこ見れる。いや、確か一番見やすい。何もないのがいいらしい。興奮しない。何の何もないのがいいって。意味わかんない。ラジオでもパーカーピーター。はい、天心半太郎がシャンプー中考えてそのこと。これだ。餃子のタレと、お酢のちょうどいい割合を探すの楽しいイカ。これが俺なりのスプラトゥーンだ、いか。いやいや、スプラトゥーンやるか。なんで餃子のタレとお酢。
餃子のタレとお酢がこう、どこまで陣地を取れるか、はい、繁殖していけるか、はい。はい。だから醤油言ったとこも後でお酢かけたり、ね。はい。とかやってるんで、これが僕のスプラトゥーン第一。イカじゃないの。イカじゃないんですよ。イカ野郎。餃で。本当に。なんでスプラトゥーンの語尾になってんの。イカですね。イカじゃないよ。何ですか、イカですねって。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦。天心半太郎さんがシャンプー中考えてそんなこと。オイラが爆売れした暁には、今まで見たテレビ番組のセットで一番エチエチだった東京フレンドパークのフラッシュザウルスで光を吐いてた恐竜ちゃんにもう一度会うんだわ。いや待って、ちょっと待って、暑いわ、もう。暑いんじゃない、何回なんやねん、これ、エチエチとか、俺。初めて声に出したわ。確かに言わんよ、エチエチなんて。もう、半太郎のせいですよ、これ。関係ない。そうっすよ。なんだ、合うんだわ、さーって何やねん。ちょっと東京フレンドパークのフラッシュザウルスね。ダメですよ、こんなん。エロないねん、あれも。仕事減る、俺、こんなん。いや、そんな。フラッシュザウルスで光を吐いてた恐竜ちゃんにもう一度会うんだわ、さーって。だわ、さーが変なの。筋肉マンの岩尾やん、これ。岩尾やらんといて。だわいな恐竜が好きだ。いや、そんなゴジラといい。恐竜もいないんですよ。恐竜、ゴジラ、エチエチな。いやいやいや、なんか勘違いされてんだよな、ないのに。本当に。ラジオネーム、小地光子。天心半太郎が、公園のベンチで休憩しているときに、昔からファンなんです、と声をかけてきた親子連れ。すると子供から、お兄ちゃんこれあげる、と、それはそれは綺麗な一輪のタンポポを手に持っていました。僕アニメ好きだから、お兄ちゃんのこと知ってるんだ。いつも面白くて大好き。すみません、うちの子がすごい好きで、家で半太郎さん、半太郎さんってよく言ってるんですよ。お仕事頑張ってくださいね。親子ともども、応援しています。そう言うと夕日に向かい、親子は帰っていきました、うんうん。そんな出来事があった日の天心半太郎がシャンプー中考えてそうなこと。ブヒッワイシのおならくっちもうバカ。最悪や。もうバカです。最悪や。こんないい出来事あって。誰が、ワイ、自分のこと、ワイシって、誰も呼ばんのよ。最低やな、お前。呼ばんのよ。何も頭入ってない。頑張ろうとかないか、なるやろ。ワイシのおなら、ちぇーちゃってよ。これはさておきかい。いや、違うよ。こんな嬉しいことある？一番嬉しいだろ。親子で応援してくれてるって。うん、何いや、そう、この子のために頑張ろうって。いや、なってるよ。ね、何がワイシの、ワイシのって。言わんやろ、誰も自分のこと、ワイシなんて。ワイみたいな人いるけどやな。もう、昔の兄ちゃんから飛び出てきたような男やな。いや、そうよ。だって俺、実際ね、俺、居酒屋で飲んでる時に、はい、ちょっと僕らより年上の、ね、老夫婦まで行かないですけど、はいはいはい、まあ、お二人来られて、はい、半太郎さんですよねって言われて。えぇ、ー、半太郎って言ってくれたの、はい、えぇ、ー、あ、はい。小地光子の父と母ですって言われて。はい、ラジオネーム小地光子なの、はい、すごい。じゃあこの実体験があったから。実体験があった。絶対その二人はね、はい、半太郎さんに会ったよって言ってくれてる。そうです、小地光子に。それを受けて俺、ワイシのおなら。そう。ほんで家帰って。はい。ワイシのおなら。言ってないからさ。小地光子さん、俺のファンの方、一回考えてください、本当に。こんな人にアニメのね、MC やらせていいんですか？やるよ。いろんな名作の後、打ち上げも行って帰ってから、ワイシのおなら。口ってないんで、なんで。ちょ、マジで。本当。いや、言いますよ。いい加減してください、お前。何をいい加減にすんね。怒るようなことないね。いや、もうだから最後の小地光子にあげる、これもう、親子。ごめんね。ありがとうね。小地光子。小地光子ごめんね。ほんまに。ほんまに。そんなつもりじゃないんだ。恥ずかしい、俺マジでもう。いや、しゃあないっすもん。面白いな。面白いわ、この子。やってないなんて、これ勘違いするから、マジで。人によって。この人にあげよう。じゃ、まず、ラジオネーム、小地光子さん。ね。くっちぇ。なんだ、くっちぇ。まいし。そして、もう一つ、ラジオネーム、麻婆豆腐肉なしさん。インドカレー屋に行ったしょ。壁に描かれてる絵怖すぎるわ、ね。なんかの儀式のね、はい、とかありますね。このお二人には、スカルプ D のシャンプーコンディショナーボトルのセットプレゼント、おめでとうございます。ありがとうございます。以上、シャンプー中考え中でした。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。皆さんは、育毛剤と発毛剤の違いをご存知ですか？
アンファーの2020年の調査では、その違いを正しく理解している人はわずか 6%。 髪の毛を育て抜け毛を防ぐのが育毛剤、対して髪を生やし脱毛の進行を防ぐのが発毛有効成分が配合されている発毛剤です。スカルプ D メディカルミノキ5プレミアムは、発毛有効成分のミノキシジルを一般用医薬品として国内最大濃度の 5% 配合した第一類医薬品の発毛剤です。さらに3つの有効成分を配合し、頭皮環境を整えながら髪を生やします。詳しくはスカルプ D で検索。この医薬品は薬剤師から説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りしました。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言、続いては今週の本望感じ。私の同期で山形県住みます芸人のソラシド本坊さんから送られてきた近況とスタッフが調べ上げた天津半太郎の近況を戦わせるコーナーです。どちらがよりお笑い界に貢献してるか判定は金見ちゃ。あ、わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ本当に先ほども言いましたけども、忙しい。はい、やってます、仕事は。スーパー忙しい芸人なのらということで。らは言ってないぞ俺ね。お願いします。 YCはY 氏の隣人ね。Y 氏の隣人。隣人は違うじゃん。ザビエルです、ね。いやいや、怖いの、ね。怖かったですね、あれ。はい、天津半太郎さんの近況です。はい。5月12日、うん、スレッズでのお昼ご飯の報告がストップしてからちょうど1ヶ月が経つ。そんなん言わんでええやろ。確かに止めてるけど。5月13日、インスタグラムのアカウント、餃子チャンネルの更新がストップしてからちょうど1ヶ月が経つ。それなんなん、嫌なこと言うね、うん、見てるね。でも5月14日 YouTube 天津半太郎本気チャンネルの更新がストップしてからちょうど1ヶ月経つ。何があってん俺この1ヶ月。時期不明、以前にブルースカイのアカウントを取得したようだが何も投稿していない。怖っ。なんでブルースカイも知ってんの、何も投稿してないのに。ちょっとこれもう、家で倒れてるかもしれないですね。いやいやいや、いるよ。ここにいますよ、目の前に。目の前にいるって。いや、連絡が途絶えたり、なんかやらかした。まあ、大体これは、ちょっと体調に異変があったのか、それとも、何か、文春法的な。受けてないよ。受けて、更新できない。更新普通じゃない。いるから。全部が1ヶ月止まってます。いや、それはね、申し訳ない。5月14日。他もやってるから。YouTube、かっこ本気チャンネルではない方。うん。にて生配信を行う、はい、生配信をしている時の自分の発言について、喋ってて途中で何を喋っているかわからなくなる時がある。何をしているんですか僕は、と心配になることを言っていた。違う違う違う。また、今日はキャンディークラッシュをやっていました、と報告。いやいや、キャンディークラッシュやった報告って。怖いですね。だから怖くない、ホラーメーターしないで。自分でも何言ってるか分かんないんですって。いや、なんか、末期ですね。いや、末期じゃない。その、喋ってたら、あれ今何言ってたっけってなっただけ。キャンディークラッシュはいいでしょ、ほんでまた。5月14日。怖いのよ、と思う。文章投稿サイト、ノートに、やりたいこととか書いてみますと題した記事を公開。はい。はい、今後、書き物や音声配信、人が驚くような趣味に力を入れていきたいと書いていた。はいはい、また、家の近くで飲んでいた知り合った女性に、いきなり、自宅の鍵を忘れたので朝まで泊めてくださいと申し出てドン引きされた、とエピソードを綴った。いやいやいや、そうね、エピソード。こういうことをして人を驚かせたいという。違うことです。それでこれが趣味ということ。回収じゃないから、それで別に間違えたんです、本当に。むちゃくちゃなこと言ってますよ、知り合った女性に。いや、鍵忘れたんで朝まで一緒にいましょう。いや、本当に鍵忘れて入れなかったんでね。いや、それにしても先輩もいっぱいいるマンションでしょ。そうですよ。それなのに女性にっていうのは、これ。いや。ほんで女性の部屋入って、いや、そんなわけないだろ。熱い部屋が出たの。いやいや、ノラーじゃないから。くっちーじゃない。出ていけ。ベランダ出ろ。大量の塩を撒いて出ていかせ。
そんなやつは。ちょっとすべての、活動が今ストップしてます。これは吉本興業の皆さん気をつけてください。こういう時っていきなり会社辞めます。辞めへんよ別に。なんでやこれ。一回バラしてください。半太郎さんに入ってる仕事の数々、寝言も全部バラしてください。ダメだやるよ。金光がもう半太郎のモノマネできたらもうこれ終わりますよ。できます？できます。できないでしょ。ちょっといいですか？できますよ。はい。ワイシーは、くっちぃー。そこかよ、おい。違うわ。採用するな。おい、不思議。各週で。各週でじゃない。嫌だよ。各週レギュラー決定。いやいや、じゃあ俺は残ってんのかってなるか。本坊ガンジさんの近況です。はい。YouTube で、木と竹で野菜を育てるやり方というのを見て、やってみたいなと思っていたら、その人の講演会が山形であったので、聞きに行きました。うん。よくわかりませんでした。終わり。ちょっと待ってください。山形。はい、フィン。いや、フィンじゃない。F-I-N。羽のついたペンで。はいはいはい。最後ね、パパパッとラクです、ね。のフィン。いやいやいや。キレがいいですね。よくわからん。わからんかった。どういうことと思ったら、木と竹でね、野菜育てる、はい。あ、そんなやり方があるんかと思ったら、たまたま山形に講演会に来てくれたから、よし、生で聞こうと思って聞いた結果、うわ、よくわかんない。わかんない、一回。何言ってんねん、こいつってなったんです。以上。いやいや、ちょっと待って、近況、これ。これは手応えあるんじゃない半太郎はね、さすがに、ね。いや、ないよ。俺は何もしてなかったんだそれでは、判定を。はい。金光さん、お願いします。はい。本坊さん。まあ、これはそうですよね。何もしてないですし。本坊さんは何かしようと前には一歩動いてますから、ね。ライブも行ったからね。うん、向井さんは、止めてます。半太郎さんは更新ストップ、ストップ、ストップ、止まらないストップだか。止まらないストップ。仕事はしてんの。そしてブルースカイだけ撮って何もしない。いやいや、それ5人だけフォローしてます。なんで知ってんの怖それも怖いな。なんでエージェントになるんですか。いや、ならへんわ。おい、めったなこと言うなよ。エージェントの泡。いや、エージェントの泡じゃないんですよ。ねえ。いやいやいや、ちゃんと吉本に骨を埋めるやつ。いや、これはやるんです。これ、南川と一緒です。動きが。あ、そんなことないが、はい。いきなりや。和解はしませんとか言って。はい。で、結局、僕の読みでは9月ですね。いやいや、半太郎さん9月、今結構整理してるところ、はい、やります。9月からも10-0で半太郎さんの元に。いやいや、やりますよ、全部の仕事。電子も解散してませんから、やりますよ、それ。解散はしないにしても吉本はもういいってことね。いやいや、違う、そういうコンビもいるけど。やめません、吉本ラブです。大好きです。ありがとう。吉本。半太郎は吉本やめへんで。やめへんで。そんな当たり前みたいに。以上、今週の本坊ガンジでした。番組では皆さんからのメールをお待ちしてます。宛先はすべて小文字で、寝言アットマーク tbs.co.jp。寝言のスペルは negoto です。番組ホームページや X のアカウントではスタジオの様子などの写真もアップしております。連動キャンペーンも実施中。番組のアカウントをフォロー&リポストしてくれた方の中から抽選で毎週1名様に、スカルプ D のシャンプー&コンディショナーのボトルセットをプレゼント。はい。今週は6月8日土曜日までにリポストお願いします。はい。ブルースカイからの投稿は受け付けておりません。いやいやいや、いいんですよ。足からずっとね、足からず別にブルースカイから送らないから。川島キラの寝言ポッドキャストでも配信されております。ラジコのタイムフリーとともにこちらもチェックしてください。ということで、金光さん、はい、今日も大活躍。いや、ありがとうございます。もう本当に僕はもう言うだけやったんで。いやいやいや、優秀なリスナーさんがやっぱ金光さんを支えたいという、ね、ありがとうございます、はい、優しいみんな。どっかでこのネタ使ってくれぐらいのね、はい、そうですよね、使えますもんね。優しさでございます。本当に優しい。みんな夏は半太郎さん、半太郎フェスに。あ、そうですね。もうそろそろでも半太郎フェスできますよね。あ、フェスね。小籔ソニックじゃないけど、はいはい、半太郎恥さらし一座。いやいや、じゃ失礼なの。アンギャ、アンギャせんよ。ぜひ。それも別に罪をあがなってる。入れてやってくれ、金光を、はい、いや、小籔ソニックさん、この前ソニックさんでいいか、うん、もう呼んでいただきました。で、そうやね。そうなんですよ。やっぱり先輩がこうやって手を助ける。向井さんだけ。なんて全吉本芸人で向井さんだけ。なんでかっつうと、やめるからなの。やめなーじゃないねん。なあ、警告な。ワイシクッチェ、おい、いい加減せ。警告してクッチェ。なあ、俺の7連鎖すな。なあ、向井さんの7連鎖、ね、向井さんの7連鎖なんかラーしかないよ。キノコとか。いい加減してください。来週も私の寝言にお付き合いください。ここまでのお相手はキリンの川島キラと天心半太郎と、うん、あとドラクラ、ナラクラの目覚まし時計でした。ナラクラ目覚まし時計でした。 See you next シャンプー。はい、ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めていない方も0120-66-8251 66-8251
ガリバーへ。通勤がポッドキャストタイム。寝る前にスマホでポッドキャスト。大人気コンテンツ満載の TBS ポッドキャスト。配信タイトル100以上、月間再生数2000万回超え。 TBS ポッドキャストはターゲティング可能なデジタル音声広告メニューが豊富。 TBS ラジオ営業で検索。 TBS ラジオ。お聞きの放送は FM90.5MHz、 AM954kHz、 TBS ラジオです。8時をお知らせします。